日本関東地方神奈川県横浜市金沢区、農民台農県台は、神奈川県横浜市金沢区の町名。横浜市南部の京急本線農県台駅と、金沢文庫駅の間の内陸側に位置し、広大なベッドタウンとなっているほか一部は、緑地として保全されている。地名は、開発地内に保存されている農民道に由来する。本校では、隣接する農県台通り、 農見台頭、農見台森についても合わせと述べる。住居表示は、農見台と農見台森は未実施区域で、農見台通りと農見台頭は実施済み区域。農見台駅、京急本線西側の住宅街で、1から3丁目と4.5丁目の間を東西に、掘割構造の横浜横須賀道路金沢支線が通る。農見台6丁目は、 農見台森を挟んで飛び地となっている。農見台駅西側の一角で駅前商店街を構成している。農見台駅の南西に位置する。かつては非対ラ、富山の工場があったが、横浜横須賀道路建設のため移転し、跡地に高層マンション、ピーコンヒルの県内や伊東洋華道が建設され、堀口の県内 IC が整備された。 旧金沢道に沿ったりを口として保全され、金沢文庫駅より、園宮山方面に至るハイキングコースとなっている。居住人口はゼロである。面積は以下の通りである。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、農県大通り19の7の地点で24万8千円平方メートルとなっている。金沢区内で最も地価が高い。 東海道邸が谷宿から鎌倉へ至る金沢道が、この地を通る。任何年間に、画家の小瀬かな丘がこの地を訪れた際に、松の根元から写生をしようとすると、あまりに見事な景色と潮の緩満による変化に、のっけぞったことから、のっけどーと呼ばれ、思わず、筆を投げ捨てたことから、筆捨て松と呼ばれるようになった言い伝えが残る。それから70年余りの後、 藤原の道長が設けた草案が能見堂となる。漢文年間には、久世博之が増上寺からこの地へ地蔵院を移し、これを敵筆山地蔵院と称した。元禄時代には、心、古志善寺が、ここからの風景が、少々八景に似ているとして、武州能見堂八景の詩を読み、これが金沢八景の由来となった。明治時代には、倉木郡ひか村および、 六浦総村に属していたが、横浜市に編入して、鎌まり町、上中里町、ひとりざわ町の一部となった。1970年代からは、計画人口18,500人の大規模開発が行われ、1981年には、農民第一丁目が新設された。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる京急本線の県ケンダ駅及び金沢文庫駅が最寄りとなり、両駅より住宅地を結ぶ京浜急行バスも運行されている。農民台駅は1944年に谷日坂駅として開業したが、1982年に現役名に改称している。農民台東には横浜横須賀道路、 堀口の県内 IC があり、カマリア JCT 経由で、仮場、横須賀方面との行き来に利用できる。ありがとうございます。